こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりましたオープン前のお店にお邪魔していっぱい食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日は大人気店のグズマン・イー・ゴメズさんが舞浜に新規店舗をオープンするということで、私そのオープン前にお邪魔してしまいました。ご覧ください、この店舗めちゃくちゃおしゃれなんですよ。こういう部屋住みたいっていう感じの雰囲気出てますよね。いや、いいですよ。いろんな美味しそうなプリトーがあるようですね。これめちゃくちゃ美味しそう。これ作ってる様子めちゃくちゃ美味しそうですね。これ見ながらテンション上げて食べれるんですもんね。一番大きいやつってどれになりますか？一番大きいフードはこちらのエンチラーダです。じゃあこれエンチラーダをください。はい、はい、こちらの、お好きな具材がお選びいただきます。これ緊張するやつですね。チキンがいいですね。普通の辛くないチキンでいいですか？はい、辛くないチキンでいいです。かしこまりました。はい、このお店で言えばもちろんブリトーなんですけれども、サイズが2つありまして、こちらがレギュラーサイズのブリトーですね。でこちらがラージサイズのブリトー。だいぶボリュームもあるし、持った感じも、あ、重たい。で、実はさらに大きいプリトーも注文させていただきました。こちらでございます。ででーん、とんでもないですね、これね。丸々中に具材が詰まってそうな感じで、まあ、手に軽く持ってパクってかじる感じではもうないですよね。 PR の方に教えてもらいながら食べたいと思うんですけれども、僕どれから手をつけるのがあの一番いいんですか？そうなると、はい、一番人気となっている、はい、ブリトーのレギュラーサイズは皆さんに食べていただきたいものでもあるので、これじゃあ開けて、はい、開け方にコツがあるんです。ちょっと危ない、いってくださいよ。決してシールは剥がさず、上の部分からホイールをくる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 と取っていくんですね、はい、中の具材がこぼれ落ちずに食べることができる、はい、本当だ。ノーマルサイズとはいえ結構でかいですよね。じゃあいただきます。これお米入ってますね。そうなんです、お肉とだってご飯と豆とそういうプレートを全部これに皮に包んで食べてるような感じですもんね。まさにその通りです。大サイズの方も見ていきましょうか。ここから、はい、教わった剥き方で、本当に重くないですかこれ。先ほど食べていただいたレギュラーサイズのブリトーのかける2倍ぐらいの2倍量なんだね。うん、今度はお魚なんですね。うわー、しかも結構お魚の面積もでかいですよね。そうなんですよ、ゴロゴロしてゴロゴロしてますよ。1個の断面の中にもお魚が2枚看板で入ってるんですよね。1枚の厚みでもこんなにあって。そうですね、結構な厚みが、やっぱ美味しい、柔らかくて。さすがにこれは初めからナイフフォークで切って食べるってことですね。これ一人で食べるもんなんですか？一人で召し上がる方も多いです。やっぱいるんだ、はい、断面にはゴロゴロしたチキンが入ってるってことですよね、これ。そうですね、また美味しいですね、これも。よかった。アボカドディップですか、これって。ワカモレという、まあ、はい、アボカドのサルサに呼んだんです。へー。じゃあこのワカモレが乗ってる場所を、これがうまい。ちなみにこのお店が8月5日にオープンするんですけれども、はい、なんと僕それびっくりしたんですけど、その日にさっき食べましたノーマルのプリトー、そうですね、をこのお店で4000本配るんですって。ご来店していただいたお客様みんなにお配りします。来ようかな、ぜひ来てくださいよ。そうですね、今食べてるこれが胃の中からなくなってたらまた来ます。5日までに今日随分プリトー食べたから食べましたね。食べましたよね。え、僕これ頼みましたっけ？これタコス。そうです、ハードシェルタコス。ハードシェルタコス、あとチュロス、ね、と。